丈夫は一人前の男子のことであり、転じて健康な様やしっかりしていて壊れない様を指す。また大丈夫は丈夫に、さらに物事が優れていることを意味する。説盗後の台をつけたもので一人前の男子の中でもとりわけ優れているものを指し、転じて危なげがなく非常にしっかりした様や間違いのない様を意味している。本来は、 身長一条の男の意で、周王朝がかつて一条を、成人男性の身長を基準とした身体弱として設定したことから、転じて、一人前の男、立派な男子を意味する様になったものである。日本において、丈夫という言葉が用いられている最古の例は、奈良時代に成立した、富士鹿殿上官に見える、郵送上夫二人という文言であり、この時点では、原義同様、 一人前の男という意味で用いられていた。しかし中世末より転じて、非常にしっかりとしていて、気強い様を表現する用法が多用されるようになり、大丈夫もほぼ同じ意味合いで用いられるようになった。ところが、近世に入ると丈夫と大丈夫の間にも意味の相違が起こり、明治に入ると、マスラオが、堅固な様子、大丈夫は、 危なげのない様子を表すという現在の用法が確定した。儒教において大丈夫は孔子の説いた君子と同一視されており、特に孔子は常に公然の気を養い、高い道徳的意欲を持つ理想の人間像として、これを定義している。また彼は十王家の春景に同じく十王家である高村博志や長儀は一人の力で天下を動かす。 大丈夫であると自慢された際、それを単に自分の利益のために行動しているに過ぎないとした、上で、巨殿下の広島立殿下の制御天下の大道徳氏とも民、吉行不徳氏独業その道復帰不能院、貧乙不能移り部不能、靴これのいい大丈夫。として、孔子の徳、君子同様、人志、義礼の三つを合わせ持った人間こそが、真意の、 大丈夫であると反論している。ありがとうございます。